そうですね。で藤沢さん、機関車トーマス魔法の線路に出演した女の子、魔法の機関車レディ、すごいレディ、確かに言われてみるとちょっと顔つきが女の子っぽい感じがありますね。確かに車輪は二軸でいいのとか喋りそうだね。車輪は二軸、確かに車輪は二軸でいいと思ってる。ピーガチ君さんこんばんは。そしてヒッカさん、僕も持ってます。なんか違う、なんか強そうなの持ってそう。魔法の機関車なんだ、あ、劇場版か、そういうことか。ありがとうございます。ケンさん、ケンさん搭乗船取ってきましたと。上福岡駅のとこで。そして701系さんはさっきのやつあれか、このお話本の持ってると。お、小林忠光さんありがとうございます。大和飛鳥さんによれば鉄オタの始まりはトーマスですからねと。あ、そうか、顔かわいいと。ありがとうございます。色がかわいい、確かに。ありがとうございます。お、ハッピー向こうさん、お、アーヤン元気になれ、串カツ食べて元気になれ。体調悪い時串カツか。京都に串カツオープン。ハッピー向こうさんは4000円使いました。お腹だるまさんになりました。京都で串カツ使えるの。ここは串カツだるま。あ、最高やん。これ一人で召し上がって4000円ってこと。半蔵門さん串カツどうぞと東向こうさんいいね。でもさ、注文の仕方さ、こうやって注文したと最後半分冷めちゃうじゃない、うんうん、いいんですかね。全部食べたとご本人。素敵。アバンティにできたんですかと白沼さんから質問が、うん、アバンティってあれですよね、駅の後ろについてる建物ですよね。久新城さんも串カツ食べたなと。あ、串カツ食べたいな。あの、俺も多分このしゃべ鉄で多分10回ぐらい言ってるけど、ここのね、偉い人がね、マジで大阪人なんだけど、本当に偉い人が大阪人なんだけど、お前な、そな、マジね、こうやって、お前な、串カツはな、難波の米屋で、米屋がマジ一番うまいぞとかって、俺も本当に騙されてね、だと思って、大阪の米屋行ったんだけどね、本当に日本一うまい、米屋は。マジだったって。マジでうまい、さすがだよ。ちなみにこれは、ポルタの地下だそうです、東向こうさん。まだいるからね、怒られるけどね。さすがだよ、あのおっさん。本当に聞こえちゃってるけど。体調悪い時はプリンとかプリンとか。すいません。いや、私もよく串カツ食べに行くお店がね、あるんですよ、金沢に。うんうんうん、ある。いつもそう、タッチさんと食べに行くんですけど、最近行けてないんで、それを思い出しました。金沢にもあるんだ。はい、お腹すいた、ありがとうございま す, ですよ。そして次、久新城さん、家族で行った大阪3泊4日の旅と。丸4いいですね。家族で乗りまくったんですかね、これは。いいね、家族で鉄道なんでね。新三大行きと。素敵ですよ。おう、ね、これ新大阪と大阪の間の淀川橋梁、うん。これ昭和や、大正駅。ちゃうな。ありがとうございます。大阪城公園ですかね、コメント見ると。なるほどね。あーやんよー。でもアヤン見てるからね。はい、ここですかと。乗るの好きなの、アヤン乗りたいのここですかっていう質問がこの間来てて。お、ここね。そこ乗んのかい。ここかなというコメントが来てたので、ぜひアヤンもしまだ見てたらお返事お待ちしてます。アヤンよ。このワイパーなかなかいいですね。誰？言うとは思うけど、いい。12番線、ドアが閉まります。小沢山さん、残業しながら見てます。12番線、ドアが閉まります。ご注意ください。さきこさん、今日も飯テロってますね。飯テロってます。飯テロってます。離れてください。白間さんが、バカにしてもやって。してないっすよね。愛を込めて、愛を込めて、愛を込めて言ってるんですよ。久新城さん、大阪でいいワイパー動画撮ったと。ああやに見せられなくて悔しいと。半蔵門が本人に怒られそうと。いずれ怒られる気がする、うん。チャーリーさん、かっこいいと。
16番線から北田行き発車いたします。いや私なんか自分が欠席してた時に見てて、カツオモンが自分のモノマネしてるの見たらどうやったかな。決してなんかこうポジティブな気持ちにはなれない気がします。だからみんなもね、そう、みんなで真似っこしちゃってね、あーいいっすいいっすいいっすとかっていう、こういう、え、それ私が半蔵門のモノマネしなきゃいけない、いいっすとかって言ってね。ふとふとチャンネルさん、こんばんは。ありがとうございます。 FRP 強化がくっきり出てるわ、素敵。マスクしてるみたいだね。いい65を習ってね、こうやってね。高橋さん、さっきスシローでお寿司とぶどうパフェ食べたから大丈夫と。おお、いいな。高橋さん、いつもなんかご飯すでに召し上がってるか食べてる最中で大丈夫ってコメントありますって。もっと言うと、ぶどうパフェあんのかよって。ぶどうパフェちょっと気になる。変なおじさん。初見、西武鉄道の丸太初見と。あ、すごい、これすごい。浦さん、こんばんは。ありがとうございます。これすごいね、うん、初お初の方、お初じゃないかな。あれ、皆さんお初の方もどんどんくださいね、かっこいい、すごいというコメント。やっぱさ、西武鉄道って改めて思うけど大手だよね。こんなに新しい丸太持ってんのね。僕の住んでるところの、あの小湊鉄道なんてね、お下がりのお下がりのお下がりでね、丸太だと。上に3オーナーいるんですよ、鉄道会社が。そこからのお下がりが今来てますけどね。なかなか見れたい、綺麗とか。丸太全然見ない光景、重厚感、重量感あるねと。ありがとう、ありがとうございます。あ、ふとふとさん、1日1嵐。お、1嵐はあれか、乱電の嵐ですね。夜の電停、独特の雰囲気ありますねと。ちょうどご本人こんばんはとコメントくれたタイミングで。ありがとうございます。なんかパーッと見てね、あそこだけ電車だけこうやって隠すと、京神線のあの浜松のあたりに見えちゃうけどね、すごい素敵。向こうがあれですよね、専用軌道っぽく見えますね、そっかね、素敵。江ノ電っていうコメントもありますが、これ乱電で京都の方ですね。ありがとうございます。お、久しぶりさん。なるほど、家族旅行の続き。大阪城とお笑いライブ楽しみましたと。で、道頓堀にと。あ、私が変なおじさんですとコメント、ご本人。最後、ありがとうございます、マルタイと。変なおじさんだから。1586さん、こんばんはと。ありがとうございます。ちなみにあのグリーンの電車はね、今度あの関西万博で延伸するかしないかなんて話あるけど、楽しみですね、この辺もね。うん、関西万博。楽しみ。元松さん、向こう側線乗って阪神ファーム鳴尾浜周辺を歩き、向こう側駅まで歩いてと、お散歩してきた感じですね。この解説は虎が命でおなじみあーやにお願いしていますと。ああ、ほんまいいですね。いやいやいや、向こう側線すっと乗っかってきたけど、向こう側線、いや、びっくりした。本当に解説なんか向こう側線ですね。今クレームメーターがバーン上がりましたね。多分もうちょっとなんかいい感じのっていう気がする。あ、そうか、あそこにあれか、二軍 の, あのファームの練習場があるんだね。素敵、ありがとうございます。マルシンはね、今年は優勝戦線から離脱しちゃいましたね。あやんに依頼が、半蔵門のモノマネについてご意見くださいと。あやん、コメント求められてますね。最近ね、ハガキでも来るんですよ、クレーム。あいついい加減しろって。今度お見せしますよ、これぐらい来るんですよ。久しぶりに、上さん、ありがとうございます。おー、白野さん、サッカー臨時と。快速亀岡行き、亀岡のサッカー試合で出ましたと。これ珍しい。あー、かっけーな。俺もう慣れたよ、ほっぺたガード。もう俺かっこいいね、ガードついても素敵だよ。去年ぐらいはそれどう思うのみたいに言ってもう慣れた、もうかっこいい。白沼さん、俺のだとコメント、素敵です、ありがとうございます。そしてケイシーさん、幕が古いやつだと。どうだ、二条駅と。お、林行正さん、岡山の市電、桃太郎電鉄とコラボしてますと。動画のツイート方法がいまいち分かんなくて悔しいと。お、
なるほど、岡山。岡山城。あ、こんななってるんですね、今。おあ、すごい、楽しそう。おあ、そうそう、これ話題になってましたよね。ね、みんな好き好きだけどさ、岡山ラーメンって絶対岡山駅で食おうねってみんなで言って岡山ラーメン食べるとさ、もう言わないけど、あれってなんない、あれこれみんな。ホワイトリングさん、こんばんは。すごい。あ、そして、あ、動画撮れてますね、ちゃんと。林さん、動画の送り方最初わかんないってなってます。おー、ここでした。これ、水戸岡先生だっけ、このデザイン。あ、だね、これね。何これと。そういう意味さ、八番ラーメンのようなものですか、岡山ラーメン。いやいや、ハッチーと同じ故郷の八番ラーメンの方が本当に美味しいと思います。俺は八番ラーメンでうまいと思うもん。そうじゃないの、ちょっと期待を込めていくとね、あれ、ビジュアルと違うの。ビジュアルから想像するうまさと違うの。あれ、林さんに怒られると思う。すいません、岡内さんとかに怒られちゃうね。すいません、林さんか。おう、動画全然遅れてますね。おうおうおう、あ、そうそうそう、うわ、すごい。じゃあこれもうちょっとプレイバックいいですか。八番ラーメンっていうのは北陸中心にあるラーメン屋さんですね。そうね。でね、ここで止めてください。ここで。あ、止めるか。はい。すいません。あ、ちょっと戻るんです。あ、もうちょっと。で戻してもらって。あ、そこでいいです。すいませんです。この上、これ皆さん、みんな、この電車の先頭のあたり、これ見て。あの奥にお弁当屋さんがあるの。え？これ、このね、ラムマーケットってね、絶対行って、みんな。もう格安、すべてが200円弁当とかで、ね、激うまですよ。200円。それが解説したかったのか、今前の方っていうか、なんか車両のこだわりかと思った。これめちゃめちゃ有名ですよ、地元で。これ、ね、もうピッカさんから次どうぞとコメント。ありがとうございます。ちなみにあの岡山は駅前になんとなんだっけ、富士っていう美味しいラーメン屋があります。ある。へそ富士、違うな。あ、それそんな感じの、ね、やばい、これ乗っちゃった。あ、それ北口でしょ。北口だよね。すいません、電車の話してとコメント来てますんで、はい、ここで弁当買って焼くのでね、松江まで行っても腐らないですから、大丈夫ですよ。チャギントン、井上幸雄さん、場所分かりますと。ね、京都は新しいニュートラム走ってないんでいいですねと。やばい、チャギントンね。タッチーさん、その弁当屋行ってみますと。行ってみて、行ってみて、ほんと行ってみて、マジラムーマ、岡山とかまで平気で車で行くようにしてるの。え、嘘、北陸から。本当に。そして何、怖い、701計算、電車の話しなさい、話を脱線するなと厳しいご意見賜りました。そしてチャギントンの動画ありがとうございます。ありがとうございます。まだある、すみません。岡山ね、いいよね、マスカット、桃太郎弁当、エビ飯、最高っすよ。次はシャインマスカット、次はシャインマスカットです。シャインマスカット出たら次はエビ飯です。ありがとうございます。ありがとうございます。お、イケメンへと化した鉄道と五等分の花嫁月さん。え、イケメンと化したってなんだ。これは時志行と質問。京変線ってことか、これ東海。ありがとうございます。ありがとうございます。久新城さん、家族の続きと、親とは別に一人単独乗り鉄しましたと。京阪特急エレガントサロンのプレミアムカー乗って行ってきましたと。いいね、先週これ乗ったけどいいよね、やっぱ8000って京阪いいよね。素敵だな。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、パクションさん、あ、なんだこれ、9月4日団体列車乗りましたと、名寄から。あら、
あ、そうそう、名寄本線の横に木間時編成保存されていますと。これ駅の近くの博物館で入っています。冬行った時はブルーシートを覆われていました。綺麗だもんね。木間時、木間時。名寄だから宗谷線の方ですかね、これ。いいな。いいね。SL 木間。あ、手振ってる人いる。ロ。なんか変な着物着てるし、しかも。キマロキウジ、キマロキウジ。今多分ね、カプションさんの声がボソボソってさえも入ったんで、ぜひみんなリピートして聞いてみてくださいね。いい音だ。いいな。ありがとうございます。SL の汽笛増えた。名車。クズハモール3000フローバー。名車だな。クズハモールだとみんなコメントありがとうございます。テレビか、この前行った後。俺もクズハモール選手だ。そしてヒルク作家さん、イルカが描かれて485系ですよと。懐かしいですね。結構イベントとかで走ってましたね、これ。これどこだっけ、所属。あれだよね、常磐線のあの勝田、うんうん、あれ確かね、所属ね、うん、これ以上巻くなと。タイフォーンをあえて塞ぐ理由は何なんだろうね、うん、かわいそうに。あ、国鉄マークももうないんだ。仙台にもいたぞと、ありがとうございます。お、北総二千活性化トレインさん、東京駅で買った駅弁サンドイッチ。あ、こぼれいくら、とろサーモン、プラス焼き弁当。ダメでしょこれ、やめろ。いいね、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 いいね。なんかさ、今さ、あの新幹線ってモーニングあるでしょ、サンドイッチの。あ、あれですね、セットみたいな感じですよね、うん、あれいいよね、ワンコインでね、うん、サンドイッチセットね、うん、う、新幹線とコメント。俺ね、外国人、うちの妻と出張するんだけど、外国人の、出張客と一緒に行くのよ。そうすると、これみんな好きよ、サンドイッチ。サンドイッチね。新幹線のね、サンドイッチすげーうめえってみんなバクバク食ってるよ。みんな頼むよ。プレズミー、プレズミーとかみんな手挙げて。うまいらしいね。お腹空きました。はい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 、いいね。ありがとうございます。お久しぶりです。鉄道模型あった後。俺はもうハッチーさんのご専門だわ。え、なんで？素敵。この辺ちょっと動画です。あの区間快速さんの言葉を借りて言うと、ハッチーさん解説お願いします。いいんじゃないですかとか言っちゃって、なんかすっごいなんか台無しにするんですよね。どこですかとこれ場所が。クズハ駅だ。ほら。京阪。あらららら。京阪って書いてあります。あらららら。ありがとうございます。ありがとう。めっちゃエンジョイされてますね、一人旅、一人の時間。俺毎月1回ね、枚方の駅前のあのツタヤでずっと仕事してるんで、今度みんなで会って酒でも飲もうよ、終わったら。お、シェルンさん、前回は空の上にいた半蔵門と。おお、しかし GTO をずっと見た。好き好き好き。山藤さんも土曜日に大阪行ってましたと。姉の子供に会いに行ってきました。ハモールちっちゃい頃よく行ってた。あ、いいね、いいね、日立 GTO いいね。シェルンさん最高っすよ。音聞くとき喋んじゃねえって皆さんに怒ってますね。すいません、あの静かにします、こういう時ね。ありがとうございます。北総沿線活性化トレインさんも。ああ、堺筋線と。お、つくしまった画像綺麗だねこれ。俺の友人大阪生まれって、なんかすごいみんな大阪づいてきてる。ああ、スペーシアとハナピーズ、ありがとうございます。ありがとうございます。お、奥総さん、ありがとうございます。今、シーシーさん、新引き戸で撮影しましたと。マジか。いつ10月、あ、去年の10月か。新引き団に行くとたまにいるかもよ、ハッチーが。ああね、でもそっとしといてくれるといいんだな。
かしときたいですよね。だってみんなバスの写真載せてくると次バス出そうかなってなってきます。近鉄バス。今聞いた方がいいかな。なんだろう今ね、クレームメーターが4万8000回転しちゃってるんです。すいません。え？これ確か記事になってたよね。田崎さんこんばんはとコメントありがとうございます。ありがとうございます。この方のツイッターが記事になってましたよ、確か鉄道チャンネル、ケイシーさんね、うん、ヤフーにも言ってましたよね。普通のか。お、急行さん、こんばんは。ハッチ、しげちゃん。もう一人いるよ、急行さん。もう一人、今日は。お母さん、こんばんは。こんばんは。半蔵門、こんばんは。怒りのマーク。もう怒ってんの？もう怒ってんの？それ、怒ってるマーク？怒ってんの、もう。あ、こんばんは。安定の新快速。あ、山口鉄道さん、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。プシュン。奥川さん、梅田でドキハキのポスター見ましたと。奥川さん、ハッシュタグの貼り方が若いね。若いよ。ドキハキ。ああ。ハッシュタグの貼り方が若いとか言われたくないよね。すいません本当に。ドキハキって何？おお。何これ？ドッキリはっきり三沢康史です。おお、吉本系？うん。解説皆さんお待ちしてます。いいな。ABC。面白い。ABC だ。ABC ラジオね。ありがとうございます。ロイヤル。ロイヤルさんブルーラインまだまだ残ってます。ニコンの Z50 の一眼デビューしましたと、久しぶりのブルーライン。ちょっと待ってくれ、 Z50 って20万でしょ？おお、これが。すごい、これがその Z50 の一眼で撮った。おきれい、おきれいだよ、おきれいだよ。すごいですね、この編成ひたすら撮り続ける感じが。ロイヤルさん、まだある。モリーさん、すごいかっこいいと。まだまだある。20万のカメラって買い物したことないよ。ハッティーさん、Z 会へようこそ。え、Z 会っていうんですか、その集まりのこと。ちなみにね、これマジね、ニコン Z の開発担当ってキーマンがね6人ぐらいいるんだけど、ほんとマジで言うけどね、2人はてっちゃんだからね。ほんとあれ記事にさ、うちも記事になってるけど、ニコン Z の開発担当ってガチてっちゃんで、シェルさんめちゃめちゃうまいよ写真。いい音です。名前も出てる、実名で。後で検索してみて。タッチーさん、たまになんか人脈すごかったりするんですよね。そしてケイシーさん、マジ ET122 の運賃表示器の LED スクロールを再現と。あ、再現してみた、すごく細かさきこさん、ニコンの Z6 が欲しいと。ねえ、ユウジさん、俺はキャノンの 7D Mark II。 そしてマイギーさん、あ、85撮影とだんだん減ってくると、今 HC85 の新しいのに置き換え進んでますからね。みんななんかカメラトークが始まります。120とかついてますもんね。キハパーゴはね、もう廃車が進んでて、うん、みんな知ってると思うけど、あの新幹線乗ってね、浜松出た次、浜松通過の次のあたりで浜松工場あるでしょ、うん、ここにもう留置されてるよね。本当ですか、廃、ね、会で。あ、うん、マイギさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。これとニーチョンチョンね、が廃車になったよね。臨海ひずまとさん、板橋で初めて京王線撮影しましたと。臨海さんはね、影がうまいな、作るの。この反逆光ってね、うん、素敵ですね。あ、いいですね。あ、いいですね。なんかさ、慶応っていうと8000じゃない？なんかみんなイメージない？慶応って俺8000なんだよな。8000かっこいい、全部かっこいいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。お城殿さん、5月10日土曜日のことですと、草津行ったらレアな光景見れました。新快速まさかの6番線5番線に安行が入線してきましたと。で、新快速同士並んだぞと。トゥンテ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 ンって聞こえそうだね。本当に並んでます ね。タッチさん、慶応のイメージ6000ですね。6000か、あっちもいいよね。6000もいいな。7000も結局全部いいね。さすがだわ。あ、動画も、この接近メロディーちょっと焦るんですよ。いや、いいね、いいね。もう関西来たなって感じよね。そわそわする。ありがとうございます。写真女さん、3000広場のデッドマークもあったよと。なんか誰かスマホいじってるんだって。今ちょっと待って、ちょっと待って、ごめんなさい。ちょっと待って、待ってって。待ってない。大丈夫、行っちゃってください。慶応は昔の5000ですと、鈍行列車さん。みんなイメージがやっぱ違いますね。世代もあるのかな。何してんのって白沼さんからツッコミが。私も知りたい。ちょっとね、着信音今ね。全蔵門何してるんですかと。全蔵門ね。お、高橋さん、待って、バスじゃん、もう完全に。あ、本当だ。鈴ヶ原、鈴ヶ原、出雲市駅到着前の車内アナウンス。おー、出雲ヶ原と日野、日野は何でしたっけ。同じかな。だんだんなんかバス化が進んでないんですかね、皆さん。仙台車両センターさん、土曜日バス祭りでたくさんバス取りますと。ふとふとチャンネルさん、配信中に呼び出しを鳴らしてんのかというツッコミが。いや、鳴らしたくなっちゃってさ。東武バスの声優だこれと。ありがとうございます。高橋さん、これ三宮から、なんだっけ、出雲市行きと。そしてシャルンさん、鉄道クイズですと。未だ全問正解できてない半蔵門、頑張ってください。よし、1枚目はこれ、味方鉄道会社車両数あだ名東上年と。はい、腕時計何パリ札わかんない、パリ札わかんない。神戸電鉄ウルトラマン、いたね、そういう形式ね、形式ね、ウルトラマンの車ね。最後、白帯車、東武鉄道。白帯車は1956年だそうです。2000系だっけ、両毛号だよね。ありがとうございます。ちょっと後で答え見ましょうね。どっかにあるかもしれない、はっちゃんさん、北海道秋っぽくなってきましたよと。ほうほうほう、貨物いいですね。あれかな、芋玉列車かな。この時期とか玉ねぎとか芋の出荷するんですよね、貨物で。だからね、こう玉ねぎとかじゃがいもってこの車で運ばれてくるって思うとね、関東も関西も これを思いながら食うといいよね、うん、北海道からこの車で来たんだってね。2日かかりますからね、帯広から。うわ、あ、敷島ありがとうございます。いいですね、このすすきがうわってなってる感じが。ノースレインボーかな、これ。ありがとうございます。北海道行きたいね。そして半蔵門さん、着信1回鳴るたびに1000円徴収しようと。鳴ったらみんなで旅行行こうと。ちょっとね、いい音いっぱいあるよ。臨海さん、静本さん、新木場の車庫撮影とラブライブの聖地巡礼と。おー、2050の旧シート見てきましたと。なるほど、他にもいろいろと。
あ、車庫。これ新木場？新木場ってありますか、ね、あ、CR ね。いいね、ここの立教ね、うん、あ、いいですね。ラブライブ、ライブライブな、国際展示場と行ったんだ。ありがとうございます。高橋さん、高橋さん、ポートレイン回想シーン、これね、いや全然その何かをこう間違い探しても何も、これはねガーラじゃないんですよ。ガーラはね、ガーラはここの縁がね全部屋根まで行くんですよ。これ日野の、あ違うわ、日野セレガ、あ、いいんだ、ありがとうございます、合ってます、合ってます。なんかシリちゃんがめっちゃ笑ってますね。合ってます、すいません。あ、またそわそわする、はい、早瀬さん、今日撮影よく出かけるの、これすごい、後藤さん、後藤さんもうカシオペアやめて貨物列車引っ張ってます。後藤さん、国立高校でしょ、銀ちゃんと銀河マダーと、やめました。国鉄コーポレーション聞いてます。なんかそう、西日本の鉄筋メロディーめっちゃ聞きますね、動画で。もっとカシオペア編にしたコメント聞いて、楽しいな、本当に。コネツのフラッグ、いいよね、カッコー先輩から、ね、ありがとうございます。ココネプさん、カシカマと、お地図急行、最前部確保できましたと、雨の日ですと。あ、なるほど、雨の日がいいってなってるのはみんなアイアンの効果ですね。こうワイパー見放題だぜみたいな。あー、めっちゃいいですね、ワイパーいいですね。じゃあアイアンもうちょっとワイパー細かく解説しますよ。このここがいいっていうのが、早瀬さんご本人、自分のデータありがとうございますと。ありがとうございます。ワイワイワイパーと、ワイワイワイパー、俺たちだけのあれだね、共通キーワードで、なんかあった時皆さんね、ワイワイワイパーって言ったら、あ、あいつ喋ってつやってるなって分かっちゃうんじゃない。俺たちってどこまで入ります？ぜひ現場でやってみてください、ワイワイワイパーって。長良丸さん、そろそろ抜けますとコメント、お、ありがとうございました。ありがとうございます。お、そのね、お指差しした助手側も動いてると、マサルさんの目の付けどころ、右側ってことですね。ありがとうございます。今聞いたんだけど、この手の車ってね、こうクラッチをちゃんと繋いでるから、ブーンブーってことですよね。ある部分でこうクラッチしてる。やったよと久新城さん、大阪旅行ですね、素晴らしいっす、うん、音楽館の監修だよと、おお、平方、平方見たくねえな俺。いや、僕の個人的に毎月行くから。ありがとうございます。素敵です、これ素敵です。ゆうじさん、東部アンマーライナーで桜木神社行ってきましたと。6万系の子供用トイレがあるらしくて、それを御朱印。へえ、そんなあるんですよ、限定。御朱印がお手、おトイレ、なんかすごい。素敵。9月10日と行ってきたばっかりですね。だからもうさ、これもさ、ドアチャイムとかさ、もうファミマにしちゃえばいいのね。色合いのこと。すいません、今みんな見えてないと思うんですけど、しげちゃんめっちゃ見えてきましたよ。今マナーモード来ちゃったからさ、ごめんなさい。なに、ワイワイワイパーって言ったら娘が喜んだのパッチーさん。そしてゆうじさんご本人、俺のだとコメント。ケイシンさん、北陸新幹線やなんでやねんと、いろいろツッコミが。そして斉藤さん、東武1万6000系ですとバレた、罰金追加と。着信音そうなんだこれ。ありがとうございます斉藤さん。上越新幹線の車内チャイム流れた、いろいろコメントですね。舞浜見事に古いご乗車ありがとうございます。これ舞浜ね、今このメロディーなんだけど、一つ違いもね、綺麗な曲だったんですよね。ご注意ください。素敵です、ありがとうございます。舞浜だと、それなら北陸ロマンも入れろと気をつけますね、本当ね、気をつけます。マナーモードしました、ね、KC さん、明日新庄さんか、いろいろありがとうございます、うん、ひらパーって楽しい、みんな行ってみたいな、仕事の帰り行ってみたいな、
ああいいですね、ジェットコースター乗りて。夢の国が続きますね、こうテーマパークね、いいね、ネズミの国からのヒラパークね。フランクフルトとジュースって最強じゃないこれ、もうザ昭和じゃんこれ、昭和かよっていうね、愛を込めて、いいね、ありがとうございます。あ、海浜写真屋さん、大鳥さん、網走経由で札幌と、そしたら知床シャリでロイヤルエクスプレス北海道クルーズトレイン遭遇と。おいいね、あ、いいね、あ、めっちゃ釧路だ、行きたい、ね、行くかも今年中に、いいね、はい、あ、そして岩瀬さん、こんばんは、ありがとうございます。ブローナーズさん、ヒラパー育ち、そしてみんな名物フランクフルトと、いいね、北海道網走、あ、行きたいな、いいね、北海道いいですね。多分網走ですよね、今の感じ。両方つくと。お、ありがとうございます。なんか釧路とか出ると知ってる人映ってないかなって思ってますね。ほら、北海道ってさ、あの千歳空港つくとさ、エアポート快速乗るでしょ。あの時のさ、エアポート快速の音声がいいよね。ご乗車ありがとうございます。タッチーさん、何、焼肉ランチのついでに。田んぼの様子見に来ました。なんだよ、ラッキーランチ、稲刈り前の田んぼ、そのまま遊んで夕方まで、田んぼの様子見に行って、そのまま夕方まで、すごい綺麗ですね、また、待って、焼肉ランチ誘われてないし、すごっ、いいな、ホモさん、みんな綺麗じゃないですか、あら、空も綺麗、この大胆なこの空を入れるっていうね、ないっすよ、ここに。タッチンさん、カメラクラブ出身だから。あー、そうなんや、うん、私が鉄道研究会にいた頃。あー、これもう一つ手前のいいですか、これ大体雑誌だったら真ん中に喉が来て、上にあそこに田んぼで、あの白抜きでこう文字がね、縦でこう乗るんだよね、わーっとね、こういう風にね、目次とかにありそう、いいっすね、素敵ですよ。みんな撮影地どこですかっていう質問があるので、タッチンさん、コメントお願いします。伊吹山あたりじゃないのこれ。いや、待って、焼肉ランチで伊吹、滋賀県まで行かないと思いますね。あ、そうなの？あ、北陸線なんだ。そう、タッチさん、金沢の方に、金沢住んでないけど、石川の人。あ、そうなんや。タッチなんか書いて、名前、ハッチアスミってフルネーム入れますね。そして山中さん、多度津駅の横に保存されてる蒸気と。山頂！大和寺さん、さっきの写真、金賞と。そしてタッチーさん、さっきの撮影、マローカストレートとコメントだし。そして山中さん、そうですね、保存者と。86だよ、86。無限列車だとコメント来てます。そうだね、発車、いや、早い、誰それ、早いな、仙台さん、そう、無限列車はね、86がモチーフなんだよね、そっくりそっくり、ありがとう、名車です。焼肉食べて丸岡行くって何、高野さん、今日はここで終了、また来週来ます、ありがとうございます。ハッチすごいね、これ振り子ってんの今、違うんですか、もう一回見せてもらっていいですか、傾いてなかったですか、全然、いや、それだと思います、だって傾いてるもんね、うん、うわーってなってなかったです、さすがだなえ、違ってたらまた突っ込み受ける、いや、全然、あ、ほんと、ほんめちゃめちゃ傾いてる、ほら、あらららさん、お疲れ様です、俺の来た、と素敵ですか、ありがとうございます。ケイシーさん、飯食いながら見ますと、いいですね、ケイシーさん、いろいろトップナンバーののれ門橋と、門橋大阪モノレールもね、延伸しますよね、門橋からね、楽しみ、川中、ありがとうございます。藤丸さん、いつも山彦と連結してるけど、今回短期の翼と、初めて乗りました。おそらくちょっとお名前をおかけしたことない。何回かいただいてる気がするけど、なんかアイコンの写真が何回か見たことあるんだけど、気のせいかな。なるほど、短期と他と連結してないと。お初っぽいよね。コンセント付き。いただいてる気がする。ありがとうございます。ありがとうございます。新庄だとコメント。新庄。石槌乗りましたって言われてます、めっちゃ四国だな、
きます。0番開きます。ドアにご注意ください。この人は列車ご案内いたします。山中さん腕映ってる。昭和町立林公園各地立林の順に各駅に停まります。普通列車オレンジタウン行きご利用のお客様、普通列車オレンジタウン行きはホーム変わりまして1番乗り場から15時1分、普通列車オレンジタウン行きは1番乗り場から15時1分の連絡です。立林、吉島、志度方面特急列車渦潮19号徳島行きはホーム変わりまして3番乗り場から15時10分、特急列車渦潮19号徳島行きは3番乗り場から15時10分の連絡です。高松から先高徳線内事故か追加などの交通系 IC カードがご利用いただける駅は途中の立林公園北口、立林、八島の3駅のみとなります。それ以外の駅へ交通系 IC カードをご利用のお客様はお手数ですがお乗り換え前に高松駅停車処理で切符ヘルメットをお願いいたします。本日も JR 四国並びに特急西口18号をご利用いただきましてありがとうございました。皆様の誠のご乗車お待ちしております。We are arriving at the 高松ターミナル。 The doors on the right side will open. Thank you. Thank you.これだったらここ降りてすぐ。なんか地声のアナウンスっていうのも普通になりましたね、どこ行っても、ね、そうやね。ありがとうございます。小豆島行きたい。ここからヒーローさん、日鉄チキ返却と。わお、セミナイトル。はえ、空っぽ。結構今日の EF510 はやる気だわよ。両パン上げてましたよ、両パン。すごいわ、やる気だわ。あれありがとうございます。やる気ぶっ込んでるわ、本当。久しんじょうさん、 EF510 なわけねえだろうね。すいません、本当ね。 EH 何でしたっけ、200EH500 あー、すげーせー、ありがとうございます。ありがとうございます。です。お、高橋さん、キハ40と。折り返し半蔵門廃車回送行きとなります。ご注意ください。安全よし。ありがとうございます。ありがとうございます。ピュー。
こう追日記2さん、ながらおくみの号、お初だね、うん、夜かっこいいと、ありがとうございます、ながら川の新型機動車と岐阜県積み直せ、あ、本当だ、すごい、あ、これ新型だよね、へえ、こんな、ちなみに正音さん、さっきのあの夫婦いそういるわと、いるよね、いるよね、そういう人ね、新型こんなんなんですね、ライトのとことか、すごい、綺麗、あ、かっこいい、これ明智鉄道でしょ、違う、長良川って書いてなかったすいません、すいません、水島さん、これ一般運用始まったんですかと質問が来てるので、ご本人からコメントお願いします。看護鉄道みたいっていうコメントも、これやっぱ車両メーカー、あそこ新潟、そんな感じしますよ ね、 ね、なんとなく、ね、ドアの音がピンポンピンポン鳴る系の警戒機動車のあの仲間かなって一瞬思ったんですけど、だよね、新潟だよね、新日記さん、ありがとうございます、ありがとうございます、そして慶応遠征民さん、豪徳寺と下北デート、うーん、上手、上手、うまいな、俺これ iPhone で撮ってたって言ったら俺ほんとマジで驚愕するけど、 iPhone なの、まさかこんな寄れないよね、 iPhone 大丈夫、ありがとうございます、ありがとうございます、素敵です、花火さん、北陸鉄道浅野川線撮影会ツアー9月11日、北陸まで遠征してるのか、この間の日曜日ですね、すごい、あ、急行渋谷幕をわざと出してると、どうだ、まだこの方走ってるの今って、どうなんですか、走ってないんですかね、走ってるのかなと思ったんですが、メトロの02かなんかに変わったよね、03だっけ、あ、03ですね、日比谷線の、うん、かっこいいね、スノープラウがつくっていうね、彼らもまさか自分が北陸行ってスノープラウ履くとは思ってなかっただろうね、素敵な人生です、あ、愛の風さん今も走ってますよと、あ、そう、ハッピーさん今月までだったと、ハナピーさん白いのもうすぐ引退と、みんなで走ってる、牛田さんからなんかコメントも来てますね、ほう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 、本日よりモスで展開されるネタはウェブの方に載ってました、うん、なるほど、北陸鉄道ってここにアンテナつくの特徴的だよね、顔面にね、こうやって立つのね、マサルさんは上毛かと思ったと、あ、片開きすごいと、ありがとうございます、いい、ね、マサルさん、そして風音が入ります、風の音音量注意と、私のベースとご本人コメント、そしていつもすっきりまとめてくださりありがとうございます、黄色ってね、いいね、やっぱハッピーになるね、うん、なんか どっかのあそこのなんか向こうでなんか今画面を動かしてるなんとかちゃんっていう人は見て、みんなブラウザが黄色だからね、今みんななんか分かんなくて困った感じですかねみんな見てこの人、この人のブラウザクローム上黄色だからね、こういうカスタマイズって普通するしないよね、あ、これこんなことしないじゃん全然違うことがない、すいませんでした、ありがとうございました、花火さんもありがとうございます、ありがとうございます、そして、え、何って感じになってますね、コメント欄そして山中さんトップナンバー遭遇率急上昇と、おお、いいですね、見てください、2枚目の写真、スカート注目と、スカートどこ、 JR 西、四国と西の車両同士ですよと、あ、高さ違うね、しらけたから罰金追加あ、本当だ、車両が違うんですね、これ、ああ微妙に、ちょっとほら、都営地下鉄の浅草線の5300と同じで、こうスカートの長さが違うんだね、多分短い方が初期型、初期ロット、あ、でも5センチ、あれ面白いね、最近ほんまにトップナンの遭遇率上がってますとご本人、ありがとうございます、かっこいいね、高橋さん、あ、夏鉄ですね、集めてらっしゃいますね、めちゃくちゃいつも、あ、城の輪さんとかそういうことか、あれ何、東日本、いや、四国と西日本の車の違いなの、あれ後で教えてください、
わお、すごい。地元民だけど知らなかったと水島さんコメント。ねえ、面白いわ。ありがとうございます。ありがとうございます。博士さん、9月1日甲子園行きましたと。鉄ネタ祭り、2日横浜市営の講習、3日万端戦と。4日始発に乗って倉敷で撮影と。あ、やっぱそうなの。四国と西日本の車も違うんだ。お、1枚にまとめてくる。すっげえ面白い。ありがとうございます。いいですね。それ、多分中の人が気づいて記事にしますよ、その話、多分。すごいわ。あー、すげえ。ヤクモかわっこいいな。まさか臨時電車走ってましたね。ありがとうございます。お、かなたさん、かなたさん、スマ鉄、スマ鉄、スマホで撮ったってことですね。ありがとうございます。きれい、うん、な。北総火星火さん、高槻新大阪に。お、あ、高槻宇宙新大阪に撮りましたと。ああ、新大阪な。ほら、これ新大阪、新しいホームだ。ホームをだいぶね、移設したからね。はっちゃんさん、終盤だけどこんばんはと。あ、ありがとうございます。さっきツイッターの北海道写真と紹介させてもらいました。ありがとう。ちょっと俺すごくすごくまたハッチが怒るようなこと言うけど、ちょっともう一回見せてもらっていいですか、今の新大阪で。え、怒るようなこと。ハッチ、この後ろに背面にある駅そばよく食うでしょ。いや、妄想で。いやって、食わないね。新大阪って駅そばって上で上食う、上で食う、そういうのも話結構盛り上がるよね。ホームで行くか上で行くかだよね。シーンってきた。ありがとうございます。今これあれですか、視聴者の方に振ってる話ですね。そうですね。なるほどね。そうなんですよ。あ、ありますね、新大阪と水島さんつい、ね、あるそしてマサルさん、ありがとうございます。バス、マサルさん、バスの投稿もありがとうございます。ありがとうございます。あの連接車はね、最新ですから、ね、日野自動車の国産2連接車。会えました、地方語遠征とウルトラマン電車と。さっきウルトラマン電車クイズ出てましたもん ね。あはは、野々上さんね、野々垣めぐみさんね。引退したら重機に乗せられ N78 に帰りますと。でもすごい、よく見るとめちゃめちゃ可愛い顔してるよね。確かにウルトラマンだ。いい、こんな車いないよね、関東にね、うん、真ん中、2枚窓っつってね、真ん中に花があって素敵ですね。バッてなってますね、なんか、ね、さっきの答えと答え載ってますよとすごいリンクしてますね、みんな。いいな、かわいいな。かわいいと、孝太郎さん、かわいい、うん、これ18m だよね、多分ね。 18m の車ってかわいい。 JR だったら博物館行きですけどと。帰っちゃうんだ、星に、ウルトラマンだからね。写真上さん、いろいろ続きますね。ありがとうございます。お、名鉄和田信玄さんと、篠ノ井駅にオバステホームと。長野ですね。バス停、待って、最後になんかまたヤバい写真入ってませんか。ヤバい写真、本当だ、オバステいいですね。おお。もっと言うと、途中下車で4枚目って食えんの？俺、これどこ？ お店教えて。善光寺だそうです。あ、そうなんだ。じゃあ違うね、おばしじゃないのね。うわ、めっちゃビール飲んで感想。あ、最高だな。地盤師、地盤師だよ、みんな。地盤師すごいな。呼ばれてないし。てか、これ、とあるお店って書いてあるけど、たぶん箸袋拡大すると店名わかりますよね。本当だ、本当だ。めちゃめちゃうまそうじゃん。帰り、私も
そばにかき揚げつけちゃおう。いいね、いいね。みんなさ、一番絞りのこと地盤紙って言うよね。あ、そんなこと言ってたんですね。何の話と思ってて、枝豆と一番絞りっていう時、店員さんにすいません、地盤紙とエディマーフィーって言うよね。そうすると最初なんですかって言うけど、2回目から分かりましたって言うね、店員って。はい、お高橋さんお蕎麦好き。残念ながらですね、しげちゃんも私もお酒飲めないんですよね。お、白沼さん、家にあったライチョウサンダーバーグ並べたと。え、なんでそんないっぱい持ってんの。これハッチーさんワールドじゃないか。そうですね、私多分一番右のとか持ってますよ、ボンネットのやつとか。え、持ってんの。あ、Nゲージですよ。あ、すごい本物じゃないですよ。ハッチーみんな知ってる、模型大好きなんですよ。ジパン紙、初めて聞きました。言うよね、ジパン紙ってね。あとエディマーフィーね。白沼さん、無線の声が聞こえると。おお、お蕎麦作ってと。なんで。ありがとうございます。浩二さん、またなんか ダメだよ。18切符5日目やることないんで、外房線から内房線、最後になんとかって書いてあるな。タケオカラーメンが来ちゃったよ。つぶつぶしてますね。タケオカラーメン、うわ、これダメ。これは、これでもね、タケオカ元祖じゃないと思いますよ、これね。タケオカラーメンって言ったらね、あの竹岡駅とあそこの間ですからね。あ、でもめっちゃうまいですよ、本当うまいですよ。竹岡ラーメンって知ってる？あのスープの返しがないんですよ。これあのチャーシューの煮汁をお湯で割るだけなんですよ。上のなんか玉ねぎですか、このシャキシャキ。そうそう、玉ねぎだね。岩瀬さん、ご当地ラーメン食べたくなる性分。いいね。ケイシンさん、飯食ったから聞かねえと。飯食ったから聞かねえよ。ラーメンやめろ。最高です。やっぱラーメン食べようかな。いいね。迷っちゃうね、うん、関係ないけど明治の牛乳値上げするらしいです。まあ、乳製品やっぱり飼料のあれですよね、輸入の原料が高くなってきてるんで、まあ、値上げですよね、軒並み。ちなみにさっきのやつ、あ、なるほど、醤油で煮たチャーシューの煮汁をお湯で割っただけ。しかも使ってるのは乾麺。そうそう、ね、そうそう、あ、乾麺。お腹すいた、家にカップ麺もあるんだけど、地元のやつってね、あのスープで、あのスープと焼酎で飲む。そして次、四国に訪れたらそこはみんなが笑顔になるアンパンマン王国と。高橋さん、もうすぐパスタ食べる。あれ、さっきなんかスシロー行ってるって言ってなかったっけ。うわ、アンパンマンだ、いいですね。そう、結構元気になりますよね、こういうの見てると。なんかよく捉えますね、伊予西条。あ、これ多分伊予西条で降りたってことは駅前の鉄道博物館行きましたね。ああ、なるほど、JR 四国のね、うん、EF、 あ、違う DF50 街でもね、うん、お、元松さん、西九州新幹線カウントダウン企画と、シーサイドライダーと、日向山と軍艦島。長崎来て、俺今一番来て長崎。待って、高橋さん、お腹空いてきた。さっきなんかお腹空いてない平気だよって言ってたのに。あ、いいですね、軍艦島だ。あー、いいっすね。長崎でハトシ食いてえな。あ、やっぱ今日ラーメンにしようかな。ありがとうございます。ありがとうございます、最高です。岡内さん、水島通信、下水道の日を記念したマンホール列車30日までですよと。すごいですね、一年中いろんなヘッドマークついてる。あ、そうだな、入れたんだよね。お、動画、マンホール列車。小内さん、ありがとうございますとコメントありがとうございます。ありがとうございます。パスタもいいな、みんな麺類食べてますね。安定の水島通信、ありがとうございます。
お、書いてた。あ、記念硬貨が30年記念フリー切符発売と。あ、そんなあるんですね。すごいな。いろんなお祝いがありますね。ニーヤンさん地元ですと。ニーヤンさんお初？ちょっと初めてお見かけする感じ。ねえ、すごい。皆さんね。倉敷の方が集合してますね。ぜひぜひお初の方、皆さんぜひコメントでも投稿でもぜひぜひね、うん、くださいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ホクソさん。ガガガって今ズームしましたね。あ、2回目です。投稿しましたよとニーヤンさん。ああ、そうなんだ。あ、ありがとうニーヤン。でもいろんな方が来てくれて嬉しいね。ねえ。その今見てるガード下のスタ丼もうまいっすよ。スタ丼もね。ありがとうございます。ぜひ食べてくださいね。さあ新宿さんか。ジャッチアイアンの阪神長らくお待たせしましたってあったんですけど、今日はアイアンしません、欠席です。あー、いいですね。代わりにね。なんか次アイアンが怒ってそうで怖い。お、アイマス好きのてっちゃんさんと、ウマ娘のコラボしてヘッドマークつけて走ってほしい。あ、走ってほしい願望ですね。なるほど。これは何、ついてないやつにこんな風につけてほしいっていう願望ってことですかね。さすが。ライブ機ベルナドーム。世の中さん。お、酒井さんコメント。ありがとうございます。酒井さん、こんばんはですよ。3丁目、ありがとうございます。ちゃんとね、お顔をこうやって隠していただいてね、ありがたいですよね、うん、ありがとう、ありがとうございますね。臨海静まとさん、臨海線と京葉線、お、スノノミカム、舞浜は延長されたホームからと。あ、やっぱりこの辺りは半蔵門のテリトリーですよ。みんな、いいですね。舞浜も行くんですか。行きますね、いいですね。ってことは前浜に半蔵もいるかもね。俺ディズニーランドは一切行かないんだけど、見送りに行ったりしますね。ディズニーランドの、車で送って帰ります。なるほど、はい。アッシー君してるわけです。あ、新木場ジャニア篠宮だね。見て後ろ見て、今の見て、あれ見える、西鉄ですよあれ、うん、西って書いてある。本当だ、このこういうくるっとろがまさかのあそこに西鉄の、九州の西鉄の倉庫がありますからね。素敵ですよ。ありがとうございます。お、ホワイトリングさん、コンボロ駅を通過するカレーと。ゴリさんですね。今どうなんだろう、懐めっちゃ込んでたんですよね。へー、話題になりすぎて。コンボロやんとコメント。私も昔見たことあります。へー、これ僕何言ってるの。そぼろです。なんかちょっとシュールな、まあ、あれですよ、日本で一番秘境駅ってされてる駅みたいな。へー、こぼろ仙人まだいるんかなと。タッチンさん、そう、仙人が昔住んでたらしいんですけど、多分もう10年以上前にいなくなった気がします。え、10年以上前にいなくなったと思うんですか。仙人の情報ってどっからニュースするんですか。いや、だから仙人が小屋に住んでたんですよ。
酒井さん、今日もアーヤンウヤと、あ、気づきました。なんだこれすごい。みんななんかね、聞いたらね、アーヤン、あのスペースに立つんだって、アーヤン。あ、なんか私が行った時は仙人がいましたねと、変なおじさんさんが。マジで仙人いたんですよ、小屋に。マブマブ、あそこ自炊、自炊っていうか、なんていうんですか、自給自足生活ですか。ありがとうございます。お昼ですか。渋谷の街にジョイントを響かせ、お店持ってらん。渋谷リアスタパークで撮影。そうやね、そうやね。おしゃれな人たちがコーディネート写真撮ってると、そこで電車写真撮ってたの私だけでしたと。なんかこういう決めのポーズで撮っちゃったりするんですよね。へー、ありがとうございます。ありがとうございます。ほうほう、もう一杯。外回ると内回り音が違う。これ、本当にいらない鉄道情報だけど、ここにね、ここの右、左かな、左か右に、原宿変電所があるんですよ、東日本の。でそこがね、この前、2年ぐらい前に、ネズミさんにコードを食べられちゃって、ほう、で変電所が止まって電車止まったっていう事故があったんですよ。面白いですね。ありがとうございます。ありがとうございます。桜坂由美さん、この間ジオラマ模型走らせてきました、少し上げますと。お、暇があれば走らせに行ったりしてますと。え、桜坂さんもう初？いや、何回かはいただいてるかなという。あ、そう、縦画角でありがとうございます。ありがとうございます。今スペイン村ラッピング最近デビューしたそうなと。うんうんうん、ほうほうほう、ありがとうございます。今月みんなね、あのね、伊勢志摩のね、これ反対鉄道ビューホテル紹介しますから見てくださいね。普通太田の乗り鉄さん、僕は山手線で目黒駅へ行ったことあります。うん、四国ってポコポコっていう山があるよね、うん、ポコポコ。日本昔話的なね、うん、あるよね、おにぎりな形の。あ、山中さん、ありがとうございます。ありがとうございます。前職さん、森林公園のチャコで東武ファンクラブの撮影会、半蔵門が好きな車両あると。あ、ファンクラブって以前にご紹介した、うん、あれですね、ファンクラブですね。すごい、こんなリアルイベントもしてるんだ。あ、俺でもやっぱ9000かな。9000、あ、9000、この辺は半蔵門としげちゃんの島ですからね。最高っすね。9000のトップとかも最高だよ。縦にヘッドランプって置くんですねとかって感じだった。すごいわ、本当に。ありがとうございます。みんな撮影会行きまくってますね。最高と。最高っすね。最高っす。あわわわわあわわしてる。森林公園、誰でもそうなりますよねと、そういう感じ。お久しぶりです。好きというコメント。ほんといいよね。バーン、おお、上に来た。時間が飛んだ。山口哲夫さんはお初？初だ。おー、ありがとうございます。みたいで固定カメラも切れちゃってるんですよね。あら、音声解説機じゃない。お声が、ほらほら、ドクターイエロー。12時15分9月14日水曜日、あれこれ今日じゃないですか。え、今日？うん、日付14日って入ってる。なるほど。今日まだセミナーやってたんだ、こっちの方。お、他にも撮る人がいる。おしー、
おしっおしっ。しげちゃんのクロームの黄色いブラウザーとマッチしてていいですよ。そこいじるね。ありがとうございました。ありがとうございます。またぜひ投稿ください。ありがとうございます。ついさっきいただいたやつ、シェルンさん、いつも投稿させていただいてる。そうそうそう、八丈島に知っといて教えてほしい。全員の何それ。さあさあ、ではどうぞ。そんな君はここに、え、すごい、しげちゃん、吉川さん、もしかして右端バツ多くない。しげちゃんなし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 。パッチ5回、あれ5回も休んだっけ。ありがとうございます。当たり前だろ。もちろんでございます。あれ5回も休んだかな。素晴らしいです、シェルンさん。やっぱカウントされてるぐらいね。あれ3回ぐらいだった気がする。いやでも本当始めた当初だとそんぐらいになるんじゃないかな。なるほど。だからしげちゃんが制作しつつ、はちやさんが一番ね、うん、長いよね。さすがですよ。顔出し親しいをカウントしてる。すごい。しゃべ鉄学校マジか。欠席半蔵門物語。シェルンが歩み作ってる。歩みって通知表のことかな。検査もありがとうございます。ね、おニーヤさん。津山の大きな鉄道館できた。いいですね。ニーヤさん出てますよ。ニーヤさん。こう津山駅のとこいいんですよね。全部非電化なんですよね。最高じゃねえかよ。しげちゃんいないとお休みなのでは。半蔵も休まないでねと。そう、しげちゃんいないときお休みの事情で。いないときは。ああいいっすね。お、マミコーさんもコメント、遅くなりました、今休み時間ですと。ありがとうございます。マミコーさん今キハゴッパ出てますよ。キゴッパかっこいいですね。あの梅小路じゃなくてあれですね、津山って、あの岡山県の方ですね。これも名車ですよ。じゃあ急遽お休みになることもあるんですかと。しげちゃんが例えば交通事故あったり、なんかあったらできないですね。おかめさん、今じゃ運転されてないレア車両でも中は綺麗らしいと。関東鉄道三つ街道ね。これ三つ街道だよ。三つ街道の駅前にね、田中っていうブラジル人街のね、あのスーパーですよ。うまいよね。あそこでね、パステルとかね、フェイジョアだとか。今なんかその話しようと思ったけど脱線するからやめとこうと思ったら半蔵門がちゃんと言ってくれた。ブラジルね。おかめさんもありがとうございます。ありがとうございます。もうタッチするよ。ドライブ行ったら見覚えのある人たちが集まっていて、越前大野降臨が走ってる。待って、本日はドライブ。え、本日はって何。今日平日ですよ、タッチ先輩。久しぶりにパリ丼。パリ丼、あ、パリ丼食ったって。これ、鶴ヶのやつだっけ、パリ丼って。鶴ヶっていうか、あ、これヨーロッパ圏なんで、福井の方ですね。やめろ、パリ丼はダメ。これうまいよね。え、これ何、上カツだね、カツか。メンチカツ丼。メンウェンチ、そう、メンウェンチ、メンウェンチ。あのヨーロッパ圏っていうですね、福井のカツ、ソースカツ丼屋さんがあるんですよ。パケン、パケン、パケンの、で、パリ丼はメンチカツ丼。これ、5% だっけ、580円ぐらいだね。で、鶴ヶだと鶴ヶヨーロッパ圏って名前がちょっと変わるんですよ。え、これ違うの。これ福井です。あらー、普通のヨーロッパ圏。おいっそ、ちょっと、いや、え、ちょ、俺さっきラーメンにしようと思ったけど、どうしよう。そう、福井はカツ丼ってソースカツなんですよね。あ、あそこにね、キャベツを置かないとこが潔いよね。980円、9% か。これやっぱね、シンプルなのすごいよね。いや、キャベツいらない。いらないね。いらない。やばい。そう、週末私実家帰るから他県も行けるんですね。みんなちょっと略して言うと、ハッチはシューマッハーにパケンでパドンですよ。
よろしくお願いします。波動は言わないですね。パケンは言いますけど。全部こう。ちょっと今日時間なくてお昼がな少なかったんだな。いいよね、食べたいよね。どうしよう、めっちゃ今すみません、あの動画写真見ます。夜ご飯のこと考えてやります。久しんじょうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。かなたさん、あ、動画、この名前の津島、そう、新潟もソースカツ丼ありますね。 あと郡山かな、ソースカツ丼。郡山じゃない、会津若松だ。あっちだとちょっとキャベツとか乗ってたり、ソースが感じがまた地域で違うんですよね。まさに4年前に晩ご飯を悩む鉄道チャンネル、そしていい出汁、いいですね。お仕事の隙間に投稿いろいろありがとうございます。ありがとうございます。まみこさん。お、よしひろさんもコメント。あと伊勢田誠さん、ありがとうございます。新潟はソースじゃないよ、タレカツ丼だよと。しゃべ飯。鉄オタの乗り鉄さん、また見に来ますって言うけど、お初これ。この方、これって人ですね。すみません。また来てくださいね、ほんとね。鉄オタの鉄さん。ありがとうございました。ありがとうございます。すごい、こうやって回すんだっていうコメント。ちょっとだんじりみたいだよね。結構長め。ありがとうございます。ありがとうございます。うまいもん食ってね。変なおじさん、鉄道チャンネル取り上げてくれたと。ああ今競馬場みたいなハッシュタグあったぞ。変おじさん、ありがとうございます。どこだっけな、これな。参道横切ってこ。今ハッシュタグで何か書いてありますね。あ、ありました。ねえ。八幡宮府中競馬場。いいな。なんだっけ、あそこのお寺って。鳥居の中から。大国玉神社。あ、大国玉神社か。ね、じゃないかな。の近くでね。ここは違うけどね。大国玉神社で結婚式しました。あ、私じゃないです。知り合いがね、知り合いです。前の同僚が。あ、半蔵門解説よろしくと。この一応お箱でちゃんとえっていうリアクションでいいでしょ。なんとなくいいでしょ。ありがとうございます。って簡単。いや、そうです。これそう、大宮工場ね。素晴らしい。あ、見て、みんな JNR って書いてあるよ。うん、リバイバルだそうですね。すごいな。ホームから見えるところですね。ありがとうございます。花火さん、マットで貨物撮影と、北陸鉄道行ったついでに、マットか。マット行く前に晴れ起きちゃって最高なんですよ。マット工場ね。はい。なんか北陸鉄道の電車も最終仕上げはマット工場だもんね。あ、そうです。だから03系もしばらくマットになる、ね。そうなのよ。これ面白いよね。そう、金魚に出たこのメロディー。あ、最終仕上げを JR 西日本がやるってことはすごいね。あら、まあと。そうか、正根さんも石川ですもんね。おお。かなぴーさん、ありがとうございます。じゃあ次は福井の投稿もあるかな。久しぶりさん、あった。マット、地元、あ、1495さんな、コメントありがとうございます。あれかな、マサヨネさん地元がマットなんですかね。おお、私マットの知り合い今複数にいるって分かりました。ありがとうございます。いいね、うん、なんかね、でも言ってた、俺のね、大学の後輩がね、 JTB 関連なんだけど、金沢支社なんだって。やっぱね、金沢支社に帰りたいって言ってたよ。やっぱり金沢好き。いや、石川も石川の人でやっぱ好きみたいだよ。石川に帰りたいって言ってた。書体持ってる人間だけど。写真女さん、ありがとうございます。ありがとうございます。みんな帰ってんだね。あ、酒井さん、19時過ぎそうだけど、あ、ちょっと見てくれてありがとうございます。すいません。現職さん、半蔵門の好きな機関車。荒れてるわ。ハッチーさん、石川に帰りたい。いや、いるやろ。マセネさん、近所。なるほど、みんな石川率高い。
ハッチーさんのふるさと横浜ですよ。1495さん、お、かっこいいねと動画に対するコメントくれてます。変なおじさんです。ソースカツは秩父会津にもありますねと。秩父はなんかこう、わらじカツみたいなでっかいの乗ってたりしますよね。三つ押しだよ、ね、五一が。ちえちゃん、一回だけ最初の先頭の釜を見せてもらいます。あの電気の、電気機関車の。もう一旦終わってからでいいか。あ、いいです。これみんなね、YouTube の人はね、思い入れがあると思うんだけどね、この電気機関車のね、クメ札見てくださいね。あの札をね、群馬の群なんですよ。でね、JR 東日本は俺ね、ここ間違いだなと思うんだけど、高崎機関区っていうもうめちゃめちゃ有名な歴史のある機関区なのに、あの高をやめちゃったんですよ。これ見て、もう群が入ってるの。群はないよね。群はない。高崎の高でいいんだよ。しかもね、はしご高の高ね、高崎車両センターはね。これをや群にしちゃったな、俺もう間違いだと思うよ、 JR 東日本。タンクだったんですから。これな、見える今、ここの群馬の群ね。もうちょっと後ですか。そうですね、もうちょっと。これ群馬の群なんですよ今。これはない。これはない。これか。これはない。これがね、本当はね、はしご高の高なんですよ本当は。高崎タンク、これを群にするっていう東日本のね、素晴らしさね。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません。練馬のしんちゃんさん、折り返し取りました。急行船橋行きと。お、すごい、ありがとう。わあ、ファミマ MM さん、おばして降り口は新地バック一番前のドアです。 The next station is 稲荷山。初めてこれ乗って気づいたんだけど、これスイッチバックは一人の運転手がやってんだよね。後ろもバックも前もね、すごいなぁと思うよ。17系と廃車64に運ばれていくと。ラバトのね、これも軍でしょ。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、アーヤン半蔵もハッチー、このトラック分かりますかと。あやー、これ切り駆車、どこだろう、切り口。どっちも運べる系ですかね、線路の道も。車輪がついてんだよね、レールに乗れるね。解説お待ちしてます、ありがとうございます。ありがとうございます。切り口じゃないかと、ケイシー。ひかさん、今日は帽子と鉄道模型走らせに行きました、また会いましょうと。お、友達とお出かけしたアピールだな。これすごい、すごい。さっきなんか鬼滅の無限列車ありましたけど、あらららららら。右にちょっとなんかすごいバスいるんですけど、トーマスの横。よーわ、つ、え、あのバスっているんだよね、あの大井川にね。います、います、ね、よく作るね。これすごいですね、オリジナル無限列車。鬼滅俺嫌いって、ケンシンさん。あらあらあら、あれま。そしてひっかさん、ギリギリセーフ、東京メトロの丸ノ内線攻守改装と。
さっきのバスはバーディーですねとご本人、バーディーご本人から、はい、そうですね、はい、登場一周完璧じゃない、さすがだな。あ、なんかまた抜けてるな。抜けてる。今みんななんか感じます、このしげちゃんのこのこだわり感、みんな見えます？今一瞬こう、今のフリーズしました。あ、本当だ、この辺抜けてましたね。大根池さん、しげちゃんのね、しげちゃんの奥に女性のエンジニアがいるんだけど、こっちジロって見えますよ、しげちゃんと。ふみちゃん来てくれた。あ、にょ、こんばんは、尿酸値が高いふみちゃんです。内科に通います。甘いものも控えないと。ふみちゃん、ふとふとさん、こっち3円。ふみちゃん、俺も同じです、ありがとうございます。これ見ましたね。これどこ、うん、いいと高松トップナンバー。ふみちゃん、俺も言おう今度、あの名刺交換とかするとき、そうよ。あ、お世話になります。あ、水島さん、なるほど、お盆の運用と、ありがとうございます。いただいます。おー、いいですね。俺の紹介されてて、おーねえ、足りてないのあるよね。これは見た見た。あ、酒井さん、酒井さんとか姫路で N700S のぞみと。あ、綺麗、安全よし。あー、いいですね。これどこだ、あ、姫路か。姫路に泊まってるってことは山口さんの伊豆箱根のこれ、あ、ここで160今出してくれたやつか。ありがとうございます。ありがとうございます。何の授業だろうこれ。見た。うーん、あー、お弁当。いや、ダメ、しめしめじゃないですよ。いいっすね。いい、あ、これはやばいぞ。これはでかってる肉が。基本甘いんだよね、でもね、こういうのってね。うん、甘いのがな、もっと辛くしてくださいよ。なんかですか。はい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 。そんなもん。岩瀬さん、私も炭水化物控えないと。なんか、なんか健康のコメントし合って。 KNTF さん出ないなと。あれ、 KNTF さんいた気がしたけどな、最初の。あれ、ピッカさん、僕の出てないです。あれ、結構出てた。金手さんも、金手さんも出ないの。酒井さんのがいくつか出てた。金手さん出ないな、ねえ、いいっすね。確かに金手さん見ねえな。確かに。これだ、ケイシンさんいた。お、来た。あ、これか。ね、ねえねえ、みんな、勝川レイさんってお初？あ、そうか。私のワード、これ、いい名前ですね、勝川レイさん。最高ですね、これ。勝川レイ、いいなぁ。アムロレイ、勝川レイ、いいですね。あ、勝川レイさん、ハニハムやでと。あ、ハニハムさん。ハニハムさんのね。勝川レイさん、いいっすね。LINE の方ではハムハムさんといらっしゃいましたね。ソーラーレイシステム。あ、それはハムハムさんか、失礼しました。ハムハムさん、勝川レイシステム。さやかあやさん、完全なるメステローと。さっきも分かりますよ。もう私も頭の中、晩ご飯に入ってます。あー、やっぱ国鉄急行型の音はいいな。ありがとうございます。この115系、ね、そうだね、酒井さんのね。どうかな、2人でいるんか。ありがとうございます。ありがとうございます。 JR 西日本と東日本って北陸新幹線でつながってんだから、1本ぐらいああいうのもらっていいよね、イベント車両でね、レールスターをね。ヒッカさんか。あ、ヒッカさん、おー、来た。多分それあれですかね、紹介され漏れてたやつ。あ、なるほど、ヒッカさん、ヒッカさん。え、 90% 顔でかい。顔でかい、本当でかい。顔でかいや、顔でかいや。 KMT さん、最新のとこ行ったら見れそうだと。リカさん、あ、最新のやつにある。CS さんも今久しぶりの投稿と。飛んでった。
CS さん今投稿しましたよ。 PS4 さんも85。ありがとう。ペッカさんでしょ。君風邪ひいたと。なんでトーマスそれだけで盛り上がれるんだろう。ずるいですよね、コンテンツとして。風邪はひいてないよ。ニーヤンさん。ニーヤンさんね。ニーヤンさん。ニーヤン。ニーヤン。ニーニー。ちなみにこのさやかあやさんっていう方も初。KNT さん、多分2時間前。おお、2時間前。完全な飯テロ。さやかあやさん、皆さん本当お初ですけど挨拶できずすみませんね。皆さんね、ぜひぜひご投稿。ケンティさん、ケンティさん、来週はね、飛んでるな、うん、絶対。来週は連休が続くからまた旅の企画があるかもね。みんなね、旅行行くの。あ、ハニハムさん、おー来た、出してくれた、来たぞ。ありがとうございます。今日は半蔵門いるのねというコメントで、お半蔵門線の詰め合わせセット、あーいいっすね。あー、このみんなわかる、この上りから下りへこう勾配がこう変わる、この起伏ね。あーいい、やっぱ新車がいいんだな、やっぱな。でもやっぱ6000がいいけどな。8000か、はい、あー素敵です。しゃべってつ入れてくれてるけどね。なんでだろう。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます、うん、ハニカムさん、ありがとうございますね。というところ、はい。